前半7分ベレーザのシーンです。キャプテンの木下右足振っていきました。続いて8分のベレーザのシーンです。藤野青葉右足遠目から打っていきました。ゴールキーパー山下がここはキャッチです。そして10分フリーキック藤野、ここはゴールキーパーの山下が弾き出しました。真ん中へのシュート。前半0対0で後半へ折り返しました。50分です。ベレーザ藤野青葉ドリブル右足振っていきました。76分です。藤野のシュート右足振っていきましたが枠の外でした。アイナック北川から松原、最後は森谷のシュート。ベレーザ対アイナック2位と4位の上位対決は0対1でアイナックが勝利を収めました。
拍手ありがとうございます。